皆さん、こんにちは。2023年向けエルゼミのご案内をいたします。私は名古屋駅前本校の講師を担当いたします、弁理士の加藤です。まずは私の自己紹介を簡単にいたします。私は令和3年度の弁理試験に合格しました。この動画を撮影した時点での直近の試験合格者ということになります。私は論文式試験は令和元年度、 から令和3年度まで合計3回受験しました。最近の本試験を経験したものとして、より受験生の方に近い,近い視点を持ってお伝えできることもあると思います。さて、エルゼミの内容ですが、ゼミは全27回にて構成されています。10月30日から約半年間、各週日曜日、つまり2週間に一度ゼミを行っていきます。 初回の特別講義とオリジナル講義を除く通常回のゼミの基本的な流れとしては、特実、衣装、商標のいずれかの問題を解いていただいた後に、解説講義を行っていきます。そして解説講義の後には、解説した問題の論点に関する類問を解いていただくことなどを予定しています。答案作成を行っていただく問題は全部で28問。 てて新作問題となっていますエルゼミで取り扱う問題は近年の論文式試験の傾向を取り入れた内容となっていますしエルゼミで出題された問題の論点と一致または類似した論点が毎年本試験の問題で出題されているという実績があります。そのためエルゼミの使用教材を消化不良にせずにしっかりと学習していけば、えー、本試験で 出題が予想される問題に対応ができるようになると考えています論文式試験に合格するための良い答案を作成するためには題を把握して適切な回答をする必要がありますしかし限られた試験時間の中で問われていることをちゃんと把握するということは容易ではありません時間をかけて問題をじっくりと読んでも良いのであれば大把握で苦労することも それほどないと思います本試験の場で大把握をできるようにするための準備としてはいろいろな問題を解いて爆発を踏んでおくということが有効であると思います制限時間内に問題を解くという経験を多く積むことで論文式試験に求められる理解力や判断力を養うことができると思いますこの点エルゼミはこれらの力を養う良い機会になるはずです また、ゼミの中で作成していただいた答案の添削においては、必要な項目を書けているか否かの客観的なチェックを行うだけでなく、例えば根拠条文がしっかりと書けているか、措置に対する効果が書かれているかなどの、よりセット力のある答案であるか否か等についてもチェックをしていきたいと思います。論文式試験は満点を目指す試験ではないと思いますし、 例えば、ゼミの中で配布する解説雑誌に記載された答案例のように、高い水準の答案を書くことを意識しすぎる必要もないと思います。そのため、読み手である採点者に実力をアピールするということも含めて、このあたりは押さえておいた方がいいかなという視点から添削を行っていきます。私としては、エルゼミの機関を通して、例えば主要な論点について、 ある程度書き方のパターン化ができている。か、問題を読んで答案構成をして全文書きをする。それぞれの時間配分がコントロールできるようにな,なっている。など、安定して答案を作成できるという状態を目指して取り組んでいただければよいのかなと考えています。そのため、抽象論ではなく、具体的な改善点をお伝えしていきたいと思います。また、エルゼミはゼミ形式。 となっていますので、受講生の方とのやり取りも大事にしていきたいと思います。本試験までモチベーションを維持することは非常に重要だと思いますが、身を置く環境等によっては、弱気になったり不安を感じることもあると思います。私も受験生の期間中に、色々な環境の変化等があって悩んだことがあります。しっかりと伴走していきますので、遠慮なくご相談していただければと思います。 あと告知ですが、エルゼミ開校前の10月8日土曜日の13時から名古屋駅前本校にて説明会と相談会を予定しています。この説明会と相談会は、エルゼミやエルゼミ以外の論文試験対策全般のに関する質問を直接私にしていただける機会となっています。論文試験対策を進めていく方はぜひご参加ください。小学者の方で来年、 担当試験から望まれる方もお気軽にご参加ください。この動画の概要欄をご覧いただくと、説明会と相談会の詳細をご確認いただくことができます。最後になりますが、便利試験合格を目指す皆様とエルゼミでお会いできるのを楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。